実は前からやりたいことがあって、去年にボタンちゃんと温泉行った時に動画にできたらよかったなって思ったから、リベンジがしたい。実はね、今回行きたいところも決まってんです。ゆはいに行きたーい。角巻わためのハバーナイスデイ。ということでゲストはボタンちゃんになります。ということで、はい、ダライアンホロライブが来て主将ボタンです。よろしくお願いします。イエーイ、はい、ゲスト来てくれてありがとう。いいえ、なんか急にね、ちょっと呼ばれたから来たんですけど、今日何すんの？今日はあれだよ。なんだよ。初めての九州に行かないかい？あ、九州初めてなの？そう、初めての行ったことないんだよ。あるの？あのね、ある、うん、あるある、めっちゃ、めっちゃではないな。めっちゃではない。めっちゃではない。めっちゃではない。ちょっと。ちょっと。ごめん、ちょっと持った。めちゃくちゃ持ったな。ちょっと今ね。めっちゃって言ったの。うんって考えて、あ、ちょっと持っちゃったと思ったけど。だいぶ減ったな。うん、減った。あ、でもちょっとはあるよ。ちょっとある。おお。うん。どこ行くの？今回はね、うん、湯布院に。え？行きたいと。湯布院行くの？なんだ、湯布院。湯布院で何すんの？え？何したい？え？湯布院といえば？え、呼ばれて何したいって言われるのこれ？湯布院といえば何したい？はいはいはい、渡辺先生、はい、はい、温泉です。正解！やったやったそんなあなたには何も賞はありませんおい、ふざけてんのか、なんだこの番組は。呼んどいて何したいって、呼んどいて何したいはちょっとね、ダメだと思うよ。ダメ出し食らったところもね。ダメ出し食らう、これちょっと台本書いてる人にダメ出ししとこわなんかね、Google マップ先生によると、うん、大分空港か、うん、福岡空港から移動する感じ。あー、なんかな、なるほど。あ、福岡寄るんだったら、ラーメンだよ。ラーメン、ラーメン、え、知ってる？何ラーメン、知らない。福岡ね、あのね、長浜ラーメンっていう、まあ、ちょっと豚骨ベースで、麺がストレートの細麺のラーメンがあるんですよ。おすすめなの？うん、おすすめで、福岡空港寄るんだったら、うん、ラーメン食べて、うん、まあ移動湯布院みたいな。いいね。大分空港直で行くんだったら、うん、ラーメンは食べれません。どうする？ラーメン食べますん言うと思ったやばい、バレてる。でもさ、呼んどいてさ、どこ行きたいのと、うん、ラーメン食べますんなの、うん、ほぼほぼね、決まってないよね。決まってないよね、うん、これは私は決めちゃっていいのかな。うん、いいよ、ゲストだから。あ、ゲストだから、うん、いいの、喜んでもらいたいからね。あ、本当、うん、じゃあちょっと食べに行こうか。行こうか、うん、行きたい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 。食べよう食べよう。じゃあラーメン、ラーメンといえばね、メイヤボタンですから。あ、そうだね。そう、ちょっと食べに行きましょう。メイヤボタンおすすめの長浜ラーメンって言うんですけどね。長浜ラーメン、じゃあちょっと先に、じゃあ福岡寄って大分湯布院行きましょう。オッケー、はい、じゃあ行こうか、一緒にね。ちょっと前乗りしていい？なんで？え、なんで？なんかちょっと前のどっか行きたいとこあんの？ちょっとね、新幹線で行きたいなと思って。一緒に飛行機で行こうよ。はい、まあ一人で来てよ。なんでよ一緒に現地集合しようぜこんな遠いとこに現地集合ある？いや、だって飛行機朝早いじゃん。やだやだ。え、じゃあ時間ずらす。起きれない、起きれない、無理無理、起きれない、起きれない、時間ずらす。無理無理、起きれない、起きれない。最終便でも起きれない。前乗りしたいえ、じゃあ前乗り飛行機で行こうよ。あ、そう前乗り飛行機って意味ないじゃん、別なんでよ。早い、早い乗り物乗ってなんで前乗りすんの、おかしいじゃんどういうこと新幹線どれぐらいかかんの？新幹線ね、多分6時間ぐらい。うん、飛行機は多分2時間ぐらい。2時間ぐらい。でもほら、飛行機何あるかわからんじゃん。うん、だって飛行機乗るまでにさ、うん、なんかチェックインチェックアウトとかでさ、うん、1時間ぐらいはかかるじゃん。まあ、そうだね、うん、で実質ほら、うん、3、4時間かかるじゃん。だから変わらんやん、うん、え、かわ、だいぶ変わ、まあ、変わらんか、変わらん、変わらんか、飛行機で行こうよ
じゃあ、いいよ。まあ、ちょっとあの私ね、ホワイトライオンですし、ちょっと走っていきます。走っていく？あの、博多駅で会おうじゃん。わかった。うん。うん。じゃあ、うん、じゃあ先行っとくわ。うん。よろしく。もしかして、ボタンちゃんって飛行機苦手なんかな？うわー！来たぞ、博多ー！もうね、もうほんと久々に来た。おなんか荷物多くない？まあ前乗りして、うん、ちょっとさっきね、あの、うん、キャナルシティ博多っていうところがあるんですよ。キャナルシティ博多？福岡のね、中洲、うん、まあ博多中洲付近にある大型ショッピングセンターみたいなところあるんだけど、うん、そこでちょっとね、スペースがあって、うん、ガンプラ持ってんねこれ、あのね、福岡限定カラーのユニコーンのプラモデル売ってて、あ、ちょっと限定かーってなって買っちゃった。あ、限定に弱いタイプなんだ。限定なんだよね、この赤いカラーがね、今かっこいいんですよ。赤なんだ。赤で、サイコフレームが緑。詳しいな福岡にも詳しいし、ガンプラにも詳しいな。ガンプラ買っちゃったよね。いいの、うん、それ組み立てんの？これ、あ、でもね、ちょっと家にしばらく箱飾っとこうかなって感じ。あ、そっかな、うん、そうなの。へぇ、行く？満喫して、え、今かな？スペース行く？行こっか、じゃあ行こっか。あれ、当初の目的忘れてない？スペース行こっか。うん、スペースでラーメン食べようか軌道修正下手くそだな覚えてる？話したこと。長浜ラーメン覚えてる？覚えてる。トンカツ正解で、麺がね、細麺で、なんかね、固め普通とか選べて、うんうんうん、なんかさ、ネットの画像でさ、バリカタとか見たことない？ある。粉落としとか、針金とか、あれがいわゆる長浜ラーメンが多分最初の、要は主流というか。そうなの？ネタあそこなんだよね。知らなかった。福岡の、そう。だからそれぐらいなんかめちゃくちゃそのラーメンの硬さ選ぶ人が多くて。へぇー。針金とかね、粉落としとか。なんかかっこいいよね。かっこいいよね。でも多分、でもバリバリだと思うよ、うん、かかそんなバキバキなの？バキバキだと思う。なんか湯気同士とかあるじゃん、知ってる？知らない。あのね、湯気同士、あの、沸騰したお湯の上に通すだけ。入れない。お湯に入れない？入れない。上の湯気に当てただけ。パッキパキじゃない？だからもう麺の味を楽しむみたいな。えー、なんかそんな水郷な麺もあるんだけど。皿うどんみたいなんじゃないの？どうだろうね。他ちょっと、じゃあ福岡といえばなんか思いつくもんあります？福岡？なんだろう。あとね、私一個だけあるわ。何？明太子。あ、確かに確かに確かに、明太子あるね。明太子と、あれなんだったっけ、なんか変な名したせんべいみたいなやつ、なんだったっけ、なんだったっけ、あるんだよね。え、でもお土産なら知ってるよ。何？博多通りもん。それだ、大好き。え、それ、え、それだ。明太子みたいな、なんか変な、なんかタレ目みたいなやつ。え、そんなんだったっけ多分、でも渡辺の言いたいのも多分それなの。多分通りもん。うん、通りもん。え、そんなみたいな、うん、だと思うよ。ちょっと楽しみだな、うん。じゃあちょっとお腹空いてる？あ、何も食べてない？朝から食った。え、なんで？家でラーメン食べに行く言ったやん。焼きそばパン食べて、うん、で、うん、飛行機まで時間あったから、うん、モーニングでトーストをあの決めまして。めっちゃ食べてんじゃん。ええ、ラーメン食べれる？食べれるよ。本当に、うん、じゃあ、え、食べた？食べてないよ。本当に？めっちゃなんか、うん、ハムスターの餌みたいな食べたそれは、うん、食べてないね。ライオンからしたら食べてない、うん、食べてない。待ってたよ、ずっと。むしろなんかごめんね食べちゃったわ。食べたか。耐えられなかった。すまんね。食べちゃったんですか、うん、でも食べるから大丈夫。あ、本当？じゃあ、わかりました。じゃあ行きましょうか。はい、はい、行こうぜ。行こうぜ。長浜ラーメンめっちゃさっぱりしてた。結構ね、さっぱりしてるよね。豚骨だけどね、うん、食べやすいと思うの。そうそう、意外とさ、量あったよね。あったあった。ちょっとびっくりしちゃった。一杯はいけたけど。うん。私もさ、ダンちゃん調子乗ってさ、替え玉食べようと思ってさ、要は食券だからさ、うん、ラーメン買って、う
替え玉の食券も買って、で食べて1杯目、うん、で調子乗って替え玉頼んだらなんか 1.5 玉分ぐらいの替え玉来て、うん、結構多かったんだよね。すごいね、サービス精神旺盛なお店だったね。素晴らしいね。ね、美味しかった、うん、でもさ、うん、何かね何かな、なんかちょっと思い出し笑いになっちゃうんだけどさ、うん、結構さテーブルの上がさもう割り箸と、うんうん、そうだね、でクソデカやかんのお茶入ってるクソデカやかんぐらいしかなくて、そうそうそう、うん、なんかねみんなレンゲ探してたら面白かったな、ね、うん、レンゲがねコップはめちゃくちゃいっぱいあったけど ね、お茶入れるためのレンゲ一個もなくてね、レンゲがね帰り際に ね発見みんな丼抱えてスープ飲んでるけど、そうそう飲み終わった後にごちそうさまでしたね。お店出る時にレンゲ見つけるっていう、そんなハプニングもありました、ね、ありましたけど、いや美味しかったね。ね、美味しかった、ね、はい、まあ、お腹いっぱいになったところで、はい、旅館行きますか。行きますか。グーグーン。皆様ごきげんよう、シシロフーズ調理学校講師のエリザベスシシロです。助手のメリーわためです。早速お料理のお勉強始めていきましょうか。わためさん、はい、先生。大好きシシワタクッキング。まずは卵ポイと入れて、トントントン腕を振るいましょう。あちゃちゃ、やけどにご用心、楽しくお料理。先生、次は何をすればいいですか。料理と縁はですね、コツがいるんですよ。なるほど。混ぜよう、使うはツノドリル、うりゃりゃりゃ、特製ソース作りましょう。飛ぶぞ、つけたらわかる、素敵なね、これおごそかですね。いいね、いいね、いいね。離れだよ、離れですよ、離れですよ、離れですよ。もう一軒家みたいな、もう誰も見てないっすよ。二人きりですよ、二人きりですよ。ここで誰か一人消えても問題ないってことですよ。事件が起こるんですか、ここで。でもいいよね、すごい ね畳久々に見たかも。あ、確かにね、旅館って感じするわ。いいよね、わかる。あとね、木も置いてあったよ、そこに。いい、なんか前回さ、秋田一緒に行ったじゃん。行った。あそこも結構良かったんだけど、うん、ここもめっちゃいいと思う。いいね、ね、いいよ。なんて言ったって温泉があったりとか。ね、ね、部屋に温泉あったぜ。あったぜ、あったぜ。2つもあったぜ。2つもあったし、外にもなんなら大浴場あるぜ。ね、あるぜ。入り放題や。結構すごいとこなんだよ。ね、ね、いいっすね。いや、すげー、ね、まあ、でも来るまでもいろいろありましたね。ありましたね、ね、ね。かぶった。てーてーな。じゃあちょっと見てる人に説明口調になっちゃうんだけど、説明しよう。ししのボタンが説明しよう。私うまいこと投げたな今。これね、わためとちょっと電車に乗ろうと、湯布院まで行くね、ちょっとね、特急電車に乗ろうと思って自由席をね、買ったのよね。そう、買ったのよ。自由席売ってたからね。買ったんだよ。売ってたら乗れると思うじゃん。ね、売ってるからね。で、
あのね、ホーム行って乗ろうとしたら、そう、乗ろうとしたら、あの全席指定席ですって言われて、うん、え、じゃあこの手元に持ってる自由席は一体何の電車なんですかこのチケットは一体どこで使うんだ、使ったらいいんですか、なんとかしてくださいよって泣きついたら、なんかね、ご好意で ね、じゃあ差額ちょっともらったら、そうそう、本当は普段はこういう対応やってないんだけど、そう、だからね、多分私たちがめちゃくちゃ焦ってたから ね、そう、なんかいいですよって言って、特別ですよって言って、そう、めちゃくちゃね、素敵な電車に買われることに、あったね、ね、いや、なんかね、柚子ジュース飲んだわ、飲んだ、美味しかった、アイスも食べたし、カボスアイスね、めっちゃ美味しかった、シャーベット、ね、あ、初めてかも、だからなんか寝台特急みたいなさ、うんうんうん、寝る電車ではないんだけど、うんうんうん、なんか電車のその列車の中にカウンターのバーみたいなね、うんうん、売店あって、そこでジュース買えるとか、うん、初めてだったかも。お食べも初めてだな。なんかね、うん、普段新幹線はちょいちょい乗ったりはするんだけど、新幹線ってあくまでもね、ただ座って目的地ついて、はい、そうだね、はいみたいな感じね。駅弁くんぐらいだもんな。でもそうそうそう、しかもね、駅弁もなんか外で買うか、まあなんか、ね、今あんま中売ってないな、ね、うん、なんか外で買ったのね。しかもね、グッズとかね、あと車掌さんのコスプレ、あ、そう、あったね、コスプレセットあったんだよ ね、ですごかったのがさ、ね、あのお姉さんが来てさ、記念撮影されますかとか言って、めっちゃ声かけてくれて ね、うん、でも私たちさ、実はちょっとシャイだからさ、あ、大丈夫です、大丈夫、通り過ぎてからね、なんかお互いポーズ撮って ね、写真撮らないっていう大丈夫ですって言って、大丈夫ですって、ね、おたまもハートつけて、ね、二人でやってて、親指立てて ね、やってたねやってたね、あとね、うん、何の滝だったっけ、わ、なんだっけ、ジオンの滝、なんかそれっぽい、ジオンのなんか聞いたことある、なんかジオン軍、なんか聞いたことある、ジオンの滝みたいなね、うん、多分で正解のテロップちょっと後で入れてもらうけど、なんか、うん、もうすぐ通り過ぎるとか言って、うんうん、来るから電車がゆっくり走行になって、そうそうそう、滝を見せてくれるように走ってくれるっていうサービスをしてくれてて、あったね、すごかったよ ね、 るようにね、なんか初めてだったかも、ね、ああいうサービス、滝だっつって ね、 ね、最初ね、滝だけ、うん、なんかね、最初全貌が見えなくてそうそうそう、なんか水、ね、流れてないけどこれが滝かなっ て、 なって言ってしばらく見てたら本物の滝が現れてきて、うん、そうそうそう、あ、私たちが見てたのは滝じゃなかったんだって、ね、ちょっと面白かった、滝っぽい何かだったね、あれすごかったね、あれすごかった、電車旅ってこんな感じなんかってちょっと思う出来事でした ね、 ね、うん、よかった、あるんだね、ね、特別感があった、あったね、うん、まあ、恥ずかしいこともあった、あったっけ、あった、何、わためにとって恥ずかしいことが、え、何、あった、何何何、ボタンちゃんのカバンだと思ってボタンちゃんのカバンだと思って、うん、忘れてるよと思って、うん、それを持って、そうだね、電車の中に、電車乗ろうとそう持っていこうと思ったらあれ、なんて言うんだろう、車掌さんじゃないもん、ね、あのね、駅員のお姉さんのパーサーさんだよね、 あ、パーサーパーサーじゃなかったっけ、女の人でしょ、そう、うん、が、うん、それ私のめっちゃ焦ってた走ってきたお互いみんな焦ってて、そう、渡辺も、ね、渡辺も焦ってたし、私も焦ってたし、うん、お姉さんも焦ってて、もう三つどもになってたもん ねなんかすいませんちょっと面白い。私何やってんの。めっちゃもう、ね、顔真っ赤でした、ね。思わずね、誰かのカバンと一緒にね、電車乗るとこだったね。危なかったね。仕事道具持ってくとこだった。お姉さんめっちゃ焦ってたよ。めっちゃ焦ってた。もう思わず、それ私のってなって。敬語抜けてた、ね。敬語抜けてたから。うん、確かに。あんなに優しかったお姉さんが、ね。あんなに冷静だったお姉さんが。お姉さんがめちゃめちゃ焦ってたっていうね。面白かったな、あれ。思ってやったんだけどね。いや、いろいろありました。でも無事着きましたね。はい、じゃあ私が寝てる間に、お姉さん、旅館の人が持ってきてくれた焼きおにぎりを、届いたよとか言われることもなくて。何も言わずに食べた。そう。梅干しも食べた。で、後で私が温泉行くときに、温泉の近くに自販機があって、アイスの。で、ハーゲンダッツ食べたいって言ってたの、私が。で、私が朝起きてパッて見たらさ、焼きおにぎりの残骸とハーゲンダッツ食べた後のゴミがあってえってなって、こわ、あいつ一人で食べてるってなって
証拠隠滅しとけばよかったぜ。今日はそうならないといいね。クッキーあったけどね。そう、まあ2人分は食べないから。そう、うん、でも一人で、一人で楽しんでる、まあ、先に寝たね。私が悪いんだけどね。そう、悪いよね。疲れてたんや。しょうがない、それしょうがない。今日一緒に食べるぞ。今日は一緒に食べるぞ、うん、今日はだからでも寝ない。寝ない、寝ない。今日は寝ない。言ったね、さっきめっちゃ 寝そうだったけど、ね、寝ないよ。 OK、 じゃあ温泉行くか。めちゃくちゃいい感じになるかも。あ、結構深く。でもね、いけるいける。あの、うん、暑いけど、うん、いざ入ってみると外の寒さとちょうど相まって、うん、いい感じになる。あ、やめやめ、暴れる暴れる暴れる。あちゃ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 。すごい。いいよ。外になってんだ。すげえ、ね。すごいね。すげえ。いいね。おけもね、木でね。すげえや。いいね。ね。じゃあこの後はゆっくり入りますか。入りますか。いいですね。二人だけでね。二人だけで。いいみたい。出汁が取れちゃうのね。どっちの風呂で出汁を取りたいんだい？暑い方か。熱い方か。外の暑い方か。暑い方で取る。暑い方がご所望かな。やべ、そう。具材になろうとしてるわ。やっぱ熱い方がね、出汁取れると思う。確かにね。確かにね、じゃないよ。いやー、温泉も入ってね。うん。何ニヤニヤしてるのかな。いやー、ご飯ね、楽しみね。ね、あとご飯食べて寝るだけ、ね、寝るだけ。食べるぞ。食べるぞ。はい。じゃあいただきます。はい。なんだろうね、なんかね、料理名出てこないね。ね、ちょっと見てわかんない。わからん。お刺身ぐらいしかわかんない。わかんねえ。みょうがしかわからん。みょうがしかわかんないな。さつまいもチップスがあるぞ。あ、すごい。刺身ある。ね、お刺身。なんだこの刺身。お品書きが。お品書きみたいかも。ちょっと活字が多いな。ね、漢字いっぱいだよこれ。ね、読めねえよ。かぼちゃのすり流し、なめこ、黒胡椒。梨と湯葉のチーズ白和え。へえ。紫芋豆腐だって。へえ、あ、確かにウニみたいなの持ってってんの。大分冠地鶏と白甘酢。あ、サイダー。へえ。へえ。エビ芋。いちじくのお湯。なんかね、うん、大分ついて思ったんだけど、うん、なんか鶏出してるお店多くて。よく見てるね。そう、だからなんか鳥なんかあったのかなと思ったんだけど、これね、多分ね、カンブリジドリとかいうやつが大分で有名な大分県産ブランド鶏だって。へぇー。カンブリジドリの炭火焼きとカツオだしに柚子胡椒の風味をつけた鍋。あ、鍋の声だ。もう沸騰してよ。沸騰してよ。これどうやって開けたらいいんだ。ライオンは素手だろ。いただきます。え、素手でしょ。ダイオンが素手でオープン。マジ？いや、やめて、やめて、これ？ライオンは素手でしょって言ってた本人一番焦ってんじゃん。本当にやると思わないやん。え、じゃあ開けよう。ご覧の皆さんね。開けます。大丈夫？はい。うわー！うまそう。うまそう。絶対熱い。ね。猫舌だからね。ね、ちょっと冷まそう。仕事二人は。これ何？これなんかお刺身、刺身にかけるやつか？うん、かける。だって注ぎ口あるじゃん。え、合ってるかな？わかんないね。あ、まあ、食べれりゃいいか。何食べよう、うん、どれからいく？おひたし。お渋。
じゃあ、あ、おいしいわ。お刺身、サーモン、いや、やっぱタイ。タイじゃない、タイからの方がいいんじゃない。お味どうですか。早いな。うまい。うまい。うまい。何食べた。タイ。タイ、なんかごまのあれ。タイ食べよう。うまい。いただきます。うん、ごまだれなんだ。うん、なんか新鮮な、なんか醤油だから。うん、うん、うまい。うん、これはこれでうまい。これはこれでうまい。褒めてんですよ。花が乗ってるけど、花食べていいのか。花？花乗ってる。あ、これ？うん。あ、うまい。いただきます。お花も味がするよ。何の味？お花の味。ね、どっかで食べたことあるような味がする。お花で食べて、お花の味はちょっとわかんねえな。ね、どっかで食べたことある。これは、うん、しそ？なんだ？入ってないですね。紫芋豆腐、べっこうあん、うに、わさび。べっこうあん、べっこうあんってなんだ。あ、わさび乗ってるのか。乗ってる。べっこうあんってなんだ。なんだろうね。べっこうあんみたいなわかるけど。鹿児島産の紫芋をくず豆腐にしたものらしいです。へー、へー。わさび食べれる。食べれない。私も食べれない。似てんだよな。似てんだな。食べれないもんな。ピーマン嫌いでしょ。ピーマン嫌い。私も同じだね。辛いもん嫌い。嫌い。同じだね。同じだね。熱いものもだね。ちょっと苦手、うん、でも多分この鶏は熱いうちに食べた方がいいよ。そうだね。うん、これなんだろう。え、何、え、何これ。芋？違う違う。あ、これ梨と梨か。湯葉のチーズ白和えです。へえ、これ梨か。何このグレーの。グレーのは、うん、うん、白和えが塩、醤油、ごみそ、違う、玉味噌、クリームチーズ、煮切り酒を押し豆腐とミキサーで合わせたもの。あ、そっちめっちゃ細かく書いてる。めっちゃ細かく書いてるよ。活字が多くて眠くなっちゃう。え、ん？違うの、これね。え？チーズだと思った。違う、これ梨だ。梨？梨にね、チーズかかってる。梨チーズ？梨チーズだ、これ。新しいね。食べてみよう。梨だ。うん。あ、梨だ。梨だ。梨チーズだもん。不思議な味する。ね。ね。ちょっと美味しいかどうかのコメント。聞かなかったのに。ミッチーの味がする。大丈夫か、手元が緩んでるぞ。顔ちゃんとした。顔ちゃんとした。そのかぼちゃを食べるね。えらい、お口直し。こら。じゃあ鍋食べようぜ。鍋食うぞ。これはなんだ、芋かな。里芋じゃない。里芋か。里芋と寒ぶり地鶏ですね。地鶏とタイを食べないと。そうだね。熱そう。熱いぞ。めっちゃ湯気立ってる。ネギ用意し、熱くない。どう。熱。まっすぐにこちらを見つめている。熱。あ、でも美味しい。美味しい美味しい。じゃあタイ食べよう。あ、熱。おいしい。うまい。プリプリだ。うまい。これ一番うまい。いっちゃうまい。これがいっちゃうまい。どれが。鍋が。鍋がいっちゃうまい。まだ全然食べてなくない。食べてから言いなよ。まだ三品目ぐらい。三品目ぐらいじゃん。いっちゃうまいな。もう違ったらもっとおいしいのあるかもしれない。確かに。じゃあかぼちゃ食べよう。かぼちゃ食べよう。かぼちゃうまいから。うん、これがいっちゃうまい。かぼちゃが。わあ、うまかったね。おいしかったね。眠いよ。眠いね。
ね、本音言うとね、私もう眠い、眠いね、寝るか寝るか寝よう。